神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします地元住民や観光客に正月気分を味わってもらおうと湯河原町商工会青年部が JR 湯河原駅前広場に和をイメージした竹製のツリーを設置しました21日までですツリーは高さ約5メートルです設置期間中はオレンジ色にライトアップされます 成人の日の8日神奈川県内各地で20歳の門出を祝う式典が開かれました新型コロナウイルス化が明け4年ぶりに制約のない晴れ舞台が戻りました県内の対象者は前年比110人増の 87, 8万7833人で5年ぶりに増加しました 新横浜プリンスホテルは35階以上の客室から富士山を眺めながら滞在できるプランを販売しています富士山を見ることができなかった場合には宿泊料金の半額分を返金しますウェブ予約限定で2月末までです平塚市内などに店舗を持ち平塚ゆかりの「玄災カレーパン」で知られる多角製パンが今年、創業100年を迎えました 横浜での洋菓子製造から始まり、現在は湘南や県大地域の100校以上の学校給食も手掛け、子どもたちの成長を支えています。小田原市で、2020年秋にパワーハラスメント行為が発覚した幹部職員の移動先の部署で、2021年度に職員の4割が療養休暇となっていたことが11日、関係者の話で分かりました。小田原市は。 この件について業務負担が偶然重なったのが原因と説明しています横浜市が出産費用の負担を軽減するため4月以降に出産する妊産婦に最大9万円を助成する方針を固めました市内の施設での出産時に最低限必要な費用が国の出産育児一時金だけでは賄えていない実態を踏まえ独自の支援策に乗り出します Terima kasih telah menonton!